鏡の中に浮かんだ途切れたビジョン目の前スポー。はい、始まりました、日刊マインクラフトの時間でございます。おい、やっていきましょう。私が FB37 です。僕が動物の心を大事にする男、キックンマーク2、パルマホットです。よです。ではプレイしていきましょう。さあ、というわけで皆さん、なん今回はジャララーン、これ自然生成系ダンジョンの、自然生成系ダンジョンのをさ、普通に生成しちゃったらそれは自然生成じゃないよ、確かに。けどまあそんな細かいことは不自然、不自然、不自然生成系のダンジョンにちょっと行ってみたいと思います。不自然、はい。アロマがね、釣りレベルは今9、8? 8かな、多分おおよそ数千回釣った釣りでなんとか出してくれたんで釣り名人、釣り名人。じゃあランク5で、ランク5でいきましょう。その前にお前ら待て。なんだ、パパスの剣をクラフトするとどうなるんですか。どこだどこだ、多分どっかなんだろうな。あ、そうか、パパスの剣を焼くんだ。焼く、焼く、燃やしちゃうの、パパスの剣を。ぬわぬわすするとパパスの形見ができます。本当だ、そう、形見でもなんでもないじゃん、ヌアスだもんな。だけでキラーパンサーを呼ぶことができるらしい。いくぞ。おー、キラーパンサー来た。来た。お、来た。で、乗った。あ、乗ったけどなんかおかしいぞ、お前乗り方。あ、乗った乗った乗った。あ、自然だ。あ、どこに乗ってんの、本当にさ。すげえ、キラーパンサーめっちゃ呼べるぞ。あ、呼びまくれんのそれ。おっしゃ。え、あ、めっちゃ増えてる。これは素晴らしい。なんだ、でも操作できない。なんかめっちゃジャンプするんだけど、こいつ。あれ、え、お、すげえすげえすげえ、キラパンサーすげえ。おー、すげえ。なんでこいつジャンプした。え、ちなみに片身を使うと、普通に操作できる。自分の向いてる方向に、そう、行ってくれる。すげえ、殴ったらすげえ音出るぞ、こいつ。ひでえ、ひでえ。あ、飛んだ。おお、これ結構いいかも。まあ、ぶっちゃけピオリム使えばいいって話なんだけど。ジャンプ力ですかね。ですかね。サーバルちゃん、すげえ。サーバルちゃん、これね、あふれ返るわけ。サーバルちゃん、あふれ返れるよ、もう。いくらでも呼べるもんだって。あ、こいつら消えないの。消すこともできる。あー、なるほど。消すこともできる。あ、やばい、サーバルちゃん、もう水の中入ると、おしまいだわ、これ。これはいいね。サーバルちゃん、すげえジャンプしてる。ジャンプしてる。ジャンプ力。ですかね。オッケー、じゃあ、行きましょうか。こんなことしないで。はい。さあ、皆さん、こっちにも、麻薬がめっちゃなってますよ。あったー。本当だ、俺さっき見て勘違いしたからな。さあ、まずでも何ダンジョンから行きたい。鬼面同士ダンジョン、ロック三兄弟ダンジョン、アイス運転ダンジョン、大型船ダンジョン、スラリンガルダンジョン、大木筋ダンジョン、ピラミッドダンジョン、石の塔。ロック三兄弟行こう。飛行船ダンジョン、死の火山ダンジョン、デザートオアシスダンジョン。ワシズダンジョン？ワシズダンジョン。モグラの巣ダンジョンに滝の洞窟ダンジョン。じゃあロック三兄弟ダンジョン行く？いろいろあるな。多分あれだね。モンスターじゃないかな。モンスター系。トルチアハンターと呼んでくれ。あ、泥棒。うん。ほら、飲んでる最中に振るから。うんとか言って。うんって。うわ、ロック三兄弟ダンジョン。あ。あれ？あ、やった？いや、違う。今はちゃんとやったぞ、俺。でもできた音したな、今な。うん。今生成中なんじゃないの？いや、違うな。いや、こんな感じなんないと思うんだけど。ああ、もしかしたら下にできたのかもね。ないわ。特に下もなんかなさ。どこ行ったろう。さようならロック。じゃあ次。ちょっと鬼面同士ダンジョンテストするわ。もしかしたらここがダメなのかもしれない。
これ大丈夫？セーフだね。じゃあ行きまーす。うん。ああ、やっぱダメだね。え？てか地下にできてんじゃないかな、やっぱり。鬼面同士ダンジョンとかってね、なんか地下にできてた印象があるんだよな。どう？あ、やっぱそうだ。ありました、ありました。さっきのは？さっきのもおそらく下にできてると思う。じゃあさっきのを今ぶっ潰したってこと？ああ、どうだろう。もしかしたらかぶっちゃったかも。まあとにかく一回パーティーを組もう。とにかく鬼面同士ダンジョンに行ってみようぜ。行ってみようぜ。あ、こっちロックダンドン。ロックダンドン。ダンドン。鬼面同士ってこれどっから入んの？そうそうそう、俺も気になってたんだよね。それ入るとこあんの？口の中から入んじゃないの？なんか潰されてアイテム落ちてるけど、普通にパラディンの証落ちてたぞ。多分ロックマジで。俺もなんか杖みたいなの拾ったぞ。おそらくだけど。杖だ。おそらくだけど、多分このロック三兄弟ダンジョンが潰されて宝箱とかも破壊された結果。TNT 浮いてる。ほら内部が見えちゃってるだろ。ほら。ていうかマジ鬼面同士ダンジョンどっから入んの？この水の中だからすげえ戦いづらいこいつらも。確かに。前に一回見つけたけどマジでどこから入るか分かんなかった。そうなんだよね。俺もそうなの。入るとこないね。うわマジ毒腹立つ。やっぱロック三兄弟ダンジョン行こうぜじゃん。そうだな、そっちがいいじゃん。残ってんのそっち。まあもう壊れてはいるけど。え、もうちょっと行く場所ないけど。ないっすねこれ。終了。ロック三兄弟終わり。この辺に新しいの作っちゃえば。ただ上か下かわかんねえのか。そうだね。まあ、だいたい下っぽいけどね、これ。あの、キャラクター系は下なのかね。キャラクター系は下っぽいね。一個ロックが潰されてるけど、もう奥の方どうだ、これ。奥ロックは。お、いいね。あいつ、金で解決する。金で解決するフレンズだ。あれ、ワープあるけど、これ違うの。やべ、死ぬ。ワープどこにある？え、あの爆弾岩の目の前にあるぞ。あーそこ入ってみ。入りまーす。あ、なんだこれ。ファッキューなんだけど、なんだこれ。あ、先進めるでごわす。お、この黄色の旅の扉の話じゃないの？いや、青いやつ。そこにもあるよ。黄色、黄色あった。とりあえず黄色からいく。そうね、この黄色は機能しないし。あ、ダメか。もう潰れてんだじゃん。じゃあ、潰れてるから。今言ってさ。そうだね。あれ紫だっけ？青だっけ？青。でも青がわからん場所。敵が湧くね。あ、最後の鍵手に入れてさ、いつの間にか。マジで？やるじゃん。いつの間にかすぎるでごわす。消えんじゃねえの、もしかして。え？ボス部屋が消えて。あり得る。だ、金高の場所が。潰れちゃったのかもね。そしたらこのこれ行く意味ゼロだ。ないね。え、マジで？そりゃそうだろ、ボス部屋潰れてんだから。それ以上何を求める？すごいスイッチ。あ、金太がある、残ってる。お、いいからさっさと新しいの作っちまうぞ、こんなクソみたいなのいるより。待って、あ、もう外に繋がってる。取れた。金太が取れたけど別に中身は普通でした。はーい。じゃあ撤収ですかね。とりあえずモンスター系じゃないダンジョン行ってみようか。リレミット。お外出たい。じゃあ次はそうやね、アイスマウンテンダンジョン。じゃあそれで。おお。アイスマウンテン。アイスマウンテン上だね。アイスマウンテン行ったことあるっけ？レベル。2ダンジョンだよ、多分。レベル2ダン、まあ、ランク2にあったってことでしょ。ああ。この辺の山崩そうぜ。オッケー。あ、オッケー。へえ、お、こんな初めて見た。ずるいぞ、こんな一人で攻略して。とにかく入ってみるぜ。勇者様がいないけどね。勇者様は今別攻略してるから。終わったダンジョンをずっと、冒険してるかわいそうな勇者だから。自分を勇者だと思い込んでる一般人。一般人。だ
アンプブロック、いきなり宝箱あるし、いいダンジョンじゃない。いい、だからここね、攻略しやすいし、宝箱もそこそこ金宝、なんだ、なんだてめえこの野郎。あ、この宝箱あった、はい、ゴミ。お前中身すら取らず。ライデインの杖入ってる、遊び人のお菓子、お光の石、光の石はいいね。あー来た、何カジノレベル3。あ、カジノレベル3やったな。まあいっぱいあるけど、やった、全然いっぱいあったけど、こっから行けるんだけど、あジャンプロックもうないんですね。俺あるよ。いい。ここ、この上。はいはい。ほいしょ。はしごでも。ああ、そっからでも行けるか。これは？これも。でね、うん、ここ削ったらボスいるわ。おお、お前、マジ知り尽くした溶岩魔人かよ、お前。ここにボスがいんの？ああ、この宝箱を開けた瞬間ボス出てくる。おお。じゃあ自分ボス行っちゃっていいですか。どうぞ。じゃあ開けちゃいまーす。はい、できましたー。おら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 。ボケどもが。賢者なめんじゃねえぞ。お前賢者だったんだ、その格好で。俺賢者ですけど、何か。謎賢者。でもこの赤鷹だね。いいアイテムはないんだよな。でも多分これで攻略完了だと思いますね。はよ。オッケー。こんなもんかな。でも世の中にはまだ見たことないダンジョンがいっぱいあるな。確かに。いや、悪魔神官のダンジョンとか一回見つけたんだけどな。あー、結局行ってる。オッケー、アイスマウンテンダンジョンサクッとクリア。なかなか幻想的なダンジョンだったよね。次はモグラの巣ダンジョン行ってみる。いいね。知らないな、モグラの巣。じゃあ近くにモグラの巣作っちゃいまーす。おいしょ。お願いします。多分これも地下系だな。いや、ああ地下は地下だね。入り口は。ああこれか。これ街っぽいとこっすね。あ、これダンジョンなんだね。死体だらけだ。俺はこれは見たわ。ここダンジョンっていうより街なんだけどな。街なんだよなこれ。普通にほらいるし。ああやべえ。ん？あれ？どっか行った。今、はぐれメタルキング出やがった、今。一瞬。危ねえ。どっか行った。多分近くにいるぞ。どっか吹っ飛んでったわ。あの野郎。絶対許さないぞ、ほら。もう攻略したんじゃないかな、これ。なんかいいのあった？まあ、めぼしいアイテムは特に。今だって、その本当に欲しいのはやっぱ最後の鍵とかだからね。あとは、忍者とかはぐれメタルの証。そうだ、忍者。魔物使いでいいから欲しい。魔物使い欲しいね、まだ。あとは、死の火山ダンジョン、滝の洞窟ダンジョン。滝の洞窟ダンジョンってでも思い当たるのかな。滝はあれか、昔やったな。そうだね。デザートオアシスダンジョン、デザートオアシスダンジョン、死の火山ダンジョンに飛行船ダンジョンがある。飛行船ダンジョンは空中に飛行船ダンジョンにしよう。おっしゃ、飛行船ダンジョン。いいね。